世界ランキング1位です。ソニーケージとエアラスダッシュ、はい、エアラスダッシュを小林選手が履いて、はい、伊藤選手がソニーケージを履いて試合するということ、はい、どうもアイタローチャンネルのアイタローでございます。はい、ということで今回はですね、なんと全日本ナショナルチームの、ね、方とね試合できるということで、今回ヨネックスのシューズも一緒に紹介したいなと思いまして、なぜかというとですね、最近履いてるシューズがね、こちらフュージョンレブ5を今履いてるんですけれども、まあ、他にもね何種類かヨネックスさんのシューズあるということで、まあ、もっと詳しく説明してもらって、でそれを今回履いてみんなとね試合していこうかなと思います。じゃあ早速ね詳しく説明してくれるヨネックスの選手たちが今日来てくれてるので、ね、紹介したいと思います。お願いします。よっしゃ、みんな過ぎてる、はい、ヨネックスの皆さんでーす。パフパフ。今回ですね、こちらの小林吉田ペア、なんと初出演ということで、よっよっ、ようこそアユタローチャンネル。あなたのチャンネルじゃないの、準レギュラーですあ、ちょっと山田選手なんか抑えてるようで、どうしたんですか。どうしたちょっと、吉田ズ抜けましてコンディションや、今日なら勝てるかもしれないの。今日天皇杯だと思え、コンディション整えてこい。本当に思ってるずっと休んでたけど、さっきそこで今の時まあ今日はね、ここの2人と試合をするということで、うん、今は休憩で、ね、まあここペアで、はい、ここペアか、心もとないですよ。いやいやいや、だって光栄でしょ、うん、光栄でしょ。で俺やるよ、僕やりますって。もうしゃあないしゃあない、ザ・ストローカーの一本シャフトの人は光栄やっとけばいいの。じゃあこれやりますよ背中気をつけてくださいね。いやさっき乱打したんだけど、おこれバチクソに球速い打ち負けてた、ずっと打点ここだったよ。そこで打てるな逆にヨネックスのシューズ、はい、まあ、今4種類かな、まあ、そちらをみんなで履いて試合して、まあ、各々の性能やら感想をちょっと伝えられたらなと思います。はい、じゃ早速いいでしょうか。わかりました、レッツゴー、アユタローチャンネル。はい、じゃあ試合する前にですね、早速ちょっと靴の紹介をしていこうかなって思うんですけど、はい、4種類あるって言ったんですけど、はいはい、今回まあ前編後編と分けさせてもらいます。はい、前編はこちらのソニーケージ、はい、とエアラスダッシュの紹介をしてもらおうかなと。誰が紹介するんですか。どうします、どっちがソニーケージャーですか。私だ、ソニーケージャー、ソニーケージャーで、言いづらいねないね。エアラスダッシュが小林選手で説明してもらいます。で、後のあと2種類エクリプションと僕の履いてるフュージョンレブ5の方はまた次に説明するとですね、はい、お願いします。今回だからこれを履いて試合するってことですよね。あ、そうです、そうです。じゃあ早速説明をしてもらいましょう。はい、まあ、なんとなく僕の中で、まあ、扱いやすい2つだなっていうぐらいは分かるんですよ。いい線いってます、いい線いってんじゃん。まあより使用率も高いのかな。ほうほうほう、いい線いってんじゃん。いい線いきますか。まあよりちょっと性能の方をねちょっと聞きたいと思います。はい、じゃあソニーケージの方からお願いします。はい、わかりました。ソニーケージ3というもの、新設計デュラブルスキン、まあ、さらなる柔軟性と素早いフットワークを実現、まあ、4種類ですか、ソニーケージ。まあ、相手方さんが持っているのと、はい、この黄色いの、これがメンズの 3E という形です、ね、メンズなんですよ、ね、はい、こちらですね、はい、まあ、僕も履いているこの青い、うん、でこれが 4E というワイドですね。あ、ちょっと広めの、はい、そう、幅広の人が履いていた、はい、でこのピンクの可愛らしいのがレディース。レディース、はい、と、まあ、ソニーケージの特徴、屈曲性、屈曲性っていうのと安全性、安全性で、この2つですね。屈曲性っていうのはこの曲がる、ああ、そうです、そうです。That's right、 That's right、 That's right。 その2つを実現しているのが先ほどちょっとお伝えしたデュラブルスキン。聞いたことないでしょ聞いたことないで、このデュラブルスキンっていうのが素材の名前です。ソニーケージの一番外側のこの辺、これデュラブルスキン、これ全部この辺は、はい、摩擦に強いっていうのと、固形性、保つに形とか言って形をよく保つ、はい、この2つの、性能が、はい、あ、そういうのを踏まえて耐久性があるってこと。そうです、そうです、そうです。これ擦れたり、なんかこう激しい動きしても摩擦に強いから削りづらいとかあるんですか。すごいじゃん言おうとしたのにごめんごめん、大体そんな感じかな言われちゃいますね、はい、屈曲性って言ったらいいですか。はい、これね、この形見てください、これ
ここの形なんかこうクロスしてるように見えません？ああ、はい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 、はい、これあのデュラブルスキンはこうクロスしてるんです。でこれによって溝ができてるじゃないですか。この溝がなかった場合は足を曲げた時に曲がった部分に、はい、あの圧迫が集中してここだけしか圧力がかかる、はい、ただこの形によって溝がいっぱいできることでその圧迫がこういろんなところに分散されて足に沿ったような曲がり方をする。すごいですね。めっちゃ優秀じゃないですか。そうなんです。それによって屈曲性高まって自分の足を沿ったような形に曲がるので操作しやすいような形というのがソニーケインの特徴です。こんなもんでどうでしょうか。さすがヨネックスの人だった。ちゃんとヨネックスなんだもん。うるさい人じゃなかった。ただの悪口やゆうたろうチャンネル。はい、じゃあ続きましてですね、今度エアラスダッシュの説明を小林選手にしてもらいます。大丈夫か。やばいっす。すごいね。ちなみに僕、はい、エアラスダッシュってこのフュージョンレグの前ずっとエアラスダッシュ派だったんで、あの非常に僕好きな靴の一品でございます。僕の、まあ、イメージですよ、まあ、軽い、扱いやすい、柔らかいっていう、まあ、イメージがあるんですけど、まあ、それのちょっとね、詳しい性能の方を聞いていきたいと思います。お願いします。じゃあ、エアロスダッシュ方なんですけど、3D パワー…見えない、すいません。顔面ガン読み。3D パワーカーボンとフェザーライト X がシリーズ最軽量を実現したエアロスダッシュ法となってます。で、はい、性能としては、はい、やはりより速くより軽いシューズを目指して作ってるシューズになります。最初に説明した 3D パワーカーボンって言ってたと思うんですけど、はい、それはどんなものになるんですか。こちらです。こちらが搭載されてるってことですか。はい。どこに。横側面側。ここに見えるやつだ。ここにちょっと見える。はいはい。ここにこの 3D パワーカーボンが入ってるんですね。はい。これはどんな役割があるんでしょうか。 3D パワーカーボンは安定性を維持しつつ側面からの過度な圧迫を避ける新形状とすることでさらに柔らかい履き心地と軽量化を実現しております。おお。これがあの軽さとこの耐久性の要になってるってことですね。こちらの 3D パワーカーボンってちょっと見たことあるんですけど、これ多分僕も一回ラケット工場に行った時にカーボンでラケットを今作ってるんですよ。僕ってヨネックさんって言ったらやっぱこのカーボンだと思うんですけど、このカーボンはシューズにも搭載されてるって感じですね。うちはカーボン、ヨネックスはカーボンみたいな。わかりました。エアロスダッシュ方には実はもう一個性能がありまして、はい、それがこちらのフェザーライト X というものになります。この白い部分。白い部分。前はフェザーライトという素材が使われていたのですが、その素材がさらに進化してフェザーライト X になりました。フェザーライトに比べると約 12% も軽くなっています。どのくらい軽いかというとヨネックス史上最軽量です。羽のように軽いです。説明ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ソニーケージとエアラスダッシュ今から履いて試合します。お見逃しなく。はい、お願いします。じゃあ頑張りましょう。はいよ、はい、いやー聞いてないゆうたろうチャンネル。カンさん、はい、今回ペアということでいいでしょう。お願いします。うん、いいでしょう。お願いします。カンさんナッショ、ナッショ呼びます。じゃあお願いします。来た。どうもまあね、じゃあこちらのペアとやっていくということで、はい、軽い戦績は何か言ってもらえたら。はい、世界ランキング1位です。えげつないのあったの。じゃあ世界一倒すか。やっちゃうか。あゆたろうチャンネル。
とやばいな、このままじゃ。本職行っていいですか。わかりました、本職行きましょう。女子慣れてねえかな、ダブルゼ。No!
あゆたろうチャンネル。よし、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今実際に先ほど紹介したシューズを履いて試合したんですけれども、伊藤選手がソニーケージ、ソニーケージ3、はい、で小林選手がエアラスダッシュ、エアラスダッシュ4ということで、実際どうでしたか？まあやっぱすごい屈曲性良くて、はい、で柔軟性あるので、まあ履き心地がねすごい心地いいです。おお、ソニーケージ、ソニーケージで、まあそうですね、おすすめするんだったら、まあ安全性求める人とか、ストレスなく履きたい人っていうのは、これソニーケージおすすめだと思います。ぜひどうぞ。ありがとうございます。エアラスダッシュどうでしたか？はい、やはり軽さを求める人におすすめします。はい、履き心地も柔らかですので、3D パワーカーボンのサポートもあるので、うん、安定性も感じるシューズになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まあ、前半はね、ソニーケージとエアラスダッシュだったんですけど、まあ後編はエクリプション4とフュージョンレブ5ということで、皆さんお楽しみください。お楽しみ。次はミックスダブルさんで。お、ミックスダブル、お願いします。よっしゃ、楽しみですね。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンをします。この動画がそんなに良くないなと思う方はグッドボタンをします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバー。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。